はい、それではですね、こちら、SAKURAの車内の方ね、ご紹介していこうかなというふうに思います。こちら、パカッと開けますと、なんとなんと、はい、風でね、扉がバタバタならないようにストッパーがしっかりついてありますので、こちらにガチッとはめると、まあね、動かなくなります。これめちゃめちゃいいですね。はい、それではですね、早速中に入っていこうかなというふうに思うんですが、こちらの扉にもまだまだ仕掛けがございまして、まあ、これからの時期で虫が入ってきちゃうんですよ。なんですけれども、てってれー、はい、網戸がつきます。これはね、これからの時期もう本当に嬉しいやつですね。はい、こんな感じで網戸もついておりまして、早速、じゃあ中の方に入っていこうかなというふうに思います。では、お邪魔します。はい、まずですね、こちら入り口入ってきますと、こちらにね、2つボタンがありまして、まあ、メインの 12V、24V って書いてあります。こちらの2つのね、ポッチを上に上げると、まあ、電気がね、使えるようになっております。もうね、今ね、押してあるので、こんな感じで電気がついておりますよ。で、ここには、1個ね、また棚がありまして、こんな感じでね、サーキュレーターを入れたり、コーヒードリッパーが入ったりしてますね。で、なんとなんと、逆サイドにも、ございます。こちらはね、まあ、靴を入れたり使っていいということでしたね。まあね、本当にね、収納がいっぱいあるとありがたいですよね。車での移動は。車内のね、シートはこんな感じで、今ベージュ。そして、まあ上の棚の色もね、こんな感じで落ち着いたカラーになってるんですけれども、まあこちらでカラーもね、自分でカスタムで選べるってことなので、中のね、カラーリングも自分で変えて楽しめるっていうような感じになってあります。はい、こちら、キッチンテーブルになっております。見てください、この、めちゃめちゃ広々空間。はい。皆さん、こちら何かわかりますか？これね、まあ、ガラスになっているんですけど、ここにね、穴ポッチがありまして、ここを引っ掛けて開けますと、なんと、シンクが登場します。ってことで、まあ、こんな感じでね、車の中でお水をね、使うこともできますよ。これが、水道になっています。こちらをひねると、出るんですけれども、まあ、このまんまひねっても水は出てきません。ということで、こちらのね、水道ポンプっていうところを上げますと、ポンプが作動しまして、こちらからね、お水が出るようになります。こちらですね、お水精製50リットル。こちら車積めるので、まあ、50リットルお水使えるようになっております。で、まあ、こちらお水使わないよってなったら同じようにここを止めていただきまして、この中にね、まだお水が溜まってるので出してもらって、で、なくなったら、こちらの隣にペタッとくっつけるようになってます。ここもね、磁石でできているので、走行中にね、この蛇口がブラ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 ならないようになっている作りになっております。でこちらにありますのは、これはですね、清水ボトルと排水ボトルの容量になってまして、こっちのでっかい方が清水ボトル。水がね、50リットル入るんですけど、少なくなってきたらここね、赤いランプがつくんで、ついたら、まあ、新しくお水を補給してあげるっていうような感じになるそうです。で、こちらが排水ボトル。こちらいっぱいになる前に、まあ、排水ちょこちょこやると楽なんじゃないかなって感じですね。で次はですね、こちら、見てください。このおしゃれなブラックな感じの何かしら。ここにね、ポッチがございますので、これポッチを押すと、なんと取っ手が出てきまして、ここをパカッと開けると、中にね、こんなにたくさん収納ができるようになっております。棚の下には、ドゥン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 。なんと、皆さん、こちら、何かわかりますか？わかりますよね。はい、こちらなんとこんな大きな電子レンジまでついておりますよ。これだけね、大きい電子レンジを使っても電気が大丈夫っていうのも、本当にすごい。ちょっと後でその電気系のやつもちょっと言おうかな。さて、それでですね、こちらの電子レンジの下にですね、あるのは、皆さん何かわかりますよね。この大きなやつ。それではオープンしていきましょう。せーので、ボーン。はい、こんな感じで、90リットル入るね、冷蔵庫がついております。こちら、冷凍庫もついておりますので、アイスを入れたりね、氷を入れたりできますね。これはね、めちゃめちゃ嬉しいね。やっぱさ、あれじゃん、冷たい飲み物飲みたいじゃないんですか。氷を入れてね、ハイボール飲みたいですね。ということで、こんな感じでね、なっております。はい、次に紹介するのがこちらのマルチルームになっておりますね。こちらマルチルームの電気と換気扇のボタンがあります。じゃあ中に早速入ってみましょうかね。はい、失礼いたします。はい、こちら。入り口の扉にね、ガラス。なんだっけ、鏡がついております。鏡がついておりまして、中はこんな感じで、結構広々なっていますね。使いたいように自分でカスタムできるようなお部屋になっておりまして、今回ですね、こんな感じで、お手洗いが詰められております。こちらのね、お手洗いがね、めちゃめちゃ高機能すぎるから、ちょっと後でね、じっくりちょっと試してやってみようかなというふうに思います。そして、なんと、ちゃんと音が出るやつもついておりますよ。で、こちらに、皆さん、はしごがございます。何のはしごでございましょうかね。ってことで、とりあえずこちらもね、外して、あちらにちょっと持ってっておきましょうかね。それではですね、次に紹介するのは、こちらのおしゃれな棚、収納になっております。これね、3つ全部いろいろ入るようになってまして、結構ね、たくさん入る感じになっております。でね、こちら自分で止まるようにね、なってるので、手を離したらバターンって閉まるとかそういうこともなく、安全に取り外せるようになっていますよ。よっしゃ、次。こちらはですね、何の扉かと言いますと、はい、パカッと開けると、荷物入れになっております。めちゃめちゃね、中広くて、ここにでも住めるんじゃないかぐらいの大容量なんですけど、ここのね、お荷物入れはですね、外からもアクセスすることができるので、中からも取り出せるし、外からも取り出せるという素晴らしい感じになっております。それではですね、早速、大具の方までずんずん行きましょうか。はい、こちらがですね、第1のベッド。見てください、めちゃめちゃ広いってことで、こちらがですね、縦が190センチぐらい、隣じゃない、横がね、80センチぐらいあるのかなってことなので、結構ね、背の大きな、大人でもゆったり寝られるんじゃないでしょうかってことで、ここら辺にカーテンがついていたり、間接照明ついてたり、あとはコンセントがね、ここに2つあります。で、なんと、こちらに USB のポートもございます。で、窓が2箇所ね、こんな感じであるので、結構ね、明るくなっておりますね。で、なんと、寝るところにテレビがあるっていうことでですね、こちらのテレビ、このね、上でね、かけてあるだけで、こう、取れるようになってるので、電波が届く範囲であれば、まあね、お外でテーブルを出してテレビを見ることもできちゃうっていうような感じになっているみたいです。それめちゃめちゃいいですよね。バーベキューとかやりながらさ、テレビを見たいってなった時に見れる。あとは、まあ、このテレビの隣にもコンセントとね、USB のポートがあるってことでね、まあ、電気はね、もう取り放題ですわ、これ。寝るときに携帯を充電したいっていうのにはね、すごくいい感じになっております。で、こちらにですね、はしごがついておりまして、こちらどこのはしごかと言いますと、こちらのね、ベッドに登るためのはしごになっておりまして、まあ、ここにこうやって用意して、よいせってやって上がると、まあ、小さい子供でも楽々上がることができますよっていうふうになっております。ここにもね、収納棚がありますね。はい、このベッドなんですけど、めちゃめちゃね、クッション性がすごく良くて、このね、マットレスも分厚くて、ふわふわなんですけど、まあ、この下にね、すごい、驚きが隠されてます。見てください、この謎の隙間。皆さん何か分かりますか？この隙間はですね、なんとスプリングになっております。ってことで、まあ、こちらにね、スプリングがあることで、寝た時のね、寝心地はもう抜群ですわ。イエイ！まずこちらの受け棚をね、下げてもらいまして、こちらにロックがついてるのでロックを外します。あとはここをね、引っ張るだけ。せーのでよいしょ。はい、まあ、こんな感じで女性でも簡単に組み立てが可能になっております。あとはここにはしごをかけるだけ。こちらのバンクベッドはですね、耐荷重が200キロってことなので、はい、これからですね、こちらをお布団ルームにしていこうかなというふうに思うんですけど、このね、テーブルがね、ドーンとあるから、この子をどうかしなきゃいけないんですけど、この子がめちゃめちゃすごいんですよ。もう基本的にキャンピングカーってこういうのって全部取り外してどっかにこう差し込んでしまうみたいな感じなんですけど、この子はですね、なんと収納ができちゃいます。はい、ということでですね、どんどん作っていきますよ。こちらの前にあるね、これを取って、この子たちは使わないで、どっかこれね、取れちゃいます。はい、これでとりあえず完成。だがしかし、まだこれだけじゃ終わりませんよ。これだけじゃまだまだね、寝るのにはちょっと狭いやっていう場合、はい、この棚の下から秘密兵器が出てきます。組み立てる。下に行きます。ということで、こちらのこれをよいしょよっ。はい、次に紹介するのはですね、はい、こちら。皆さんこれ何かわかりますかね？なんとこのおしゃれな空間にエアコンが挟まっております。ってことで、もう、行き届きすぎててもびっくりって感じですね。この景観を乱さない配慮がすごい。はい。多分ですね、皆さん、クーラーを使ったら、車のバッテリーすぐ上がっちゃうんじゃないか、っていうふうに思うと思うんですが、なんとこちらの車、ソーラーバッテリーが4枚ついて、4枚じゃない6枚か、6枚ついておりまして、もうそれぞれがねがっちりがっちり発電をしておりますので、こんな感じでね丸々1日もうクーラーガンガンね使い続けてもバッテリーを充電できるぐらいのね威力があるんです。はい、ここにねいろいろボタンがありましてございます。とりあえずですね、ここに書いてあるのが今ね充電されている電気なのかな、これが24を下回っちゃうとちょっとね充電した方がいいよって感じなので、今は 27.5 なのでめちゃめちゃバッチリ発電してますね。でこんな感じでクーラーをガンガンつけて、室内温度快適なのにもかかわらずしっかりねバッテリーを充電することができております。こちらがですねエアコン以外の電球使ってるやつが出ます。でこれめちゃめちゃ使うとこの振り切れて赤のメーターになったりっていうような感じになるみたいですね。でこちらがエアコン用、エアコンだけはねバッテリーが独立してるのでエアコンと他の電気を使ってもまあ大丈夫っていうような感じみたいです。次ですね、こちらがですね暖房になっております。まあこれはですね結構高機能らしくて、普通のやつってね結構簡単な温度設定しかできなくて、強火弱火みたいなそのぐらいのやつしかできないんですけど、これはちゃんとね温度がバッチリ設定できるようになっております。